うーし、デスゲーム実況プレイ続けていきましょう。ほい。さあ、前回なんか死ぬ思いをしながらなんとかね、この旧館の、まあ、一つ一つ部屋を確認して回ったんですけども、ここがね、まだどういったシステムっていうか、まあ、罠なんだけど、なのかちょっとよくわかってないんで、はい。まあ、とりあえず眠りの間からやっていきましょう。ただまあこれ重力の間と同じでね、あんまね、長居しちゃいけないと思うんだよね。よし。早くない?早くない?永遠に眠るまでが早くないっすか?まあいいや、2番目の扉ね。2番目のタンスね。はい。これ多分、重力のところよりも、重力の前よりもね、結構最短で行かないとあかんっぽいな。よし。間に合った。いい格。で、多分、小型バッテリーでね、ここのメインコンピューターが、バッテリーが抜かれてどうのこうのみたいなことしてたから、これ入れると、セーブセーブセーブ。セーブね。はい。メモリーカード。次から次へと。まあいいや。じゃあここもクリアと。次。これかー。ボタンの間。これもよくわかんないんだよな。クマちゃん何の意味があるの?ボタンはよくわかんないけどさ。やべ、俺前回何を、どれ押したんだっけ?わ、これめんどくせえ。俺、だって前回どれ押した?ここら辺じゃなかった?ここら辺押したんだよね、確かね。だから、端から攻めてくんだったら、確率的に、いや、全部一緒か。左から行こう。なるほど。ちょっと待って待って待って。左3つは外れと。左3つ外れ。ここはロックされた。解除がこれだっけ?ん?違う。何も起きない。あ、これ最悪。これ最悪。開かないとまずい、これ。開かないとまずい。待って待って待って、開け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 。どれでもいいから開け。どっかで扉じゃねえんだよ。ここの扉開けろってんだよ。おいおい、この扉開けてくれ。頼むからここの扉開けてくれ。今すぐここの扉開けてくれ。ねえ。死ぬじゃねえかよ。マシマシじゃねえかよ。ガスマシマシだよ。で、結局当たりどれだったんだよ。だ、真ん中のやつね。真ん中のやつね。はいはい。これまさか入るたびランダムになってるとかそういうパターンないよね。って思いたいんだけど。違う。これだ。間違えた。これだ。あれ?ちょっと待って待って、え、違う。ねえ、これランダムじゃないっすか、先輩。よし、やり直そう。はい、ごめんなさい、さすがに覚えました。右から2番目ね。よし。もうここに用はない。あばよ。で、どっかの扉が開いた。扉って。ま、ここじゃないのは確かだよな。あとどこだ?てか、現状開いてないところってどっかあったっけ?ここ扉じゃないもんね。あれ?ん?すみません、どっかってどこですか?待って待って待って、地下か?地下か?いや、地下もさ、結局さ、あの白い扉じゃないんだよ。
ったあれだ、あそこあの人のところに行こうか。あ、違う、こっちじゃない。体力もちょっと回復したし、一旦あの人のところに行こう。よいしょ、扉ってここか、違うよな。一旦ですな一旦ですな、一旦ね、切り替えていこう。休憩もたまには大事。まさかこれによって時間がすごく経過したみたいな、そういうのないよね。はい、大丈夫です。よし、やっていこう。セーブしょ。で、扉ってここ違う。じゃあ待って、どこが開いたんだ。これによって一体どこの扉が開いた。え、わからんわからん、マジでわからん。どこの扉開いたんだよ。え、扉が開いたって表記だったよね。どっかの扉が開いたようだみたいなことしたんだよね。え、待って、どこが開いたんだ。まあ、この白い扉は出口だから、だはい、出口だから、怖くないと。で、結局、扉が開いた。扉が開いた。ちなみにこれってさ、あれか、なんかさ、休館での出来事って思ってるけど。いやいや。ですよね。そのポイントでまたビーコンに戻るみたいな、そういうのはないと思うから。休暇かな。いや、俺全部やったんだよな。針のか。あれ、ちょっと待って、これ、え、どこ行けばいいの、どこ向かえばいいの。ダメだ。わかんねえ。ちょっとごめんみんな、一旦カット。ここか。なんか分かりづらいよねこれ。なんか扉ができたというよりは、新しくなんか道が開けたっていう表現の方がなんか正しいような気がする。よし、懐中電灯を使う。 OK、 準備は万端。え、怖っ。ちょっと待って、待って。わあ、なんか結構広そう。見た目に反して意外と、あ、ん、広くね待って、広くね。あ、なんかある。ん、棚の横に木の板がある。はい、木の板。逃げる準備は万端だったんだけど。いやー、なんかあるな、意味深に。なんかあるな。やめよう。ちょっと待って待って。いやー、でも引きたい。好奇心に抗えない。ちょ、ファイル1まで戻って引いていい、1回。こうワンチャンなんかブレーカー上げるみたいな。あ、やっぱそうだ。で、で、なんかこれさ、何その選択肢。っていうことはさ、ん？違う。これを、ん？待って。そこかい。俺絶対これがこっち側に動くと思ったんだけど、違うのね。あ、メモリーカード来た。一番必要なものじゃん。地下はこれでいいのかな。よし、いいね、収穫あったよ。じゃあこれでマザーコンピューターだっけ。とりあえず応接の間に向かって、何かしら多分アイテムか情報が得られると思うんだよね。とか現状できることはこれしかないから、よし、はい。お、 A 館と B 館の自由経路と一部のドア、 B 館と Q 館の自由経路。一部のドアっていう表現やめてくれよ、めんどくせえじゃん。どこで開いてなかったのB 館と Q 館の自由通路、 Q 館2階への階段のロックを解除します。あ、休館2回目も、2回も行ける。なるほど。これで、もう好きなようにどこでも行けるようになったと。ということはさ、あれ、クロマントもこっち来んじゃないのこれってさ、クロマントもこっち来んじゃないのそういうことだよね。だって鍵なくなったってことはさ、あいつもこっち来れるってことでしょ。来るんじゃないのも、これ。大丈夫？大丈夫か。まあいいや、とりあえず2階に、一番近いね、2階に行こう。さあ、2階に来たと。うわー、なんかある。青色のくぼみ。多分またなんか宝石持ってこいとか、そういう系だと思うんだよね。光の間。
光の間、光の間、グラサンあるよ、グラサン。グラサンあるぞ、おい。俺グラサン持ってる。俺グラサン持ってる。はい。さあ、どうだ。何これ。うわ、迷路？迷路か。迷路っぽいな。何これ。これ銅像何？関係あんの？うわー、腹立つなこれガチな迷路じゃん、ガチな迷路じゃんこれ。あー、なんかあるな。いやでも植物が目当てってのはないと思うんだ。あ、あれだろ絶対、絶対これだろ。は？おいおいお、果物ナイフ、果物ナイフ。ちょっとそこの花も気になるけど、これ銅像一つ一つにアイテム載ってるっていう、そういうパターンはないよねさすがに。あとこれ長時間この部屋に居続けることによって目が光にやられるみたいな、そういうのはないよね。そういう心配も懸念してんだけど。あー、ふざけんなこれ、うぜえ。こう散々歩かせてからの、はい、行き止まりが一番うざい。しかも一方通行っていう。ちょっと待ってよ、待ってくださいね、これめんどくせえ。これ結構だりーぞ、結構だりーぞ。マップ作るのとか楽しかっただろうねこれね、作者さんこれ果物ナイフか。まあまあまあ使い道はあるでしょさすがに。ファイルさん、ちょっとじゃあ他の部屋も見ていこうか。だだっ広いな。え、こっち部屋ないんだ。なるほど。じゃあ左側。あー、なんかそこにもあるな、くぼみが。2つくぼみがあると。部屋2つしかないこれもしかして。制御の間違うな、3つあるね。ここは闇の間。闇か。一応懐中電灯はあるけど使う。さあどうだ。え、怖ー。子猫がいるぞ。首に鍵らしいものをぶら下げて捕まえてみよう。うわー、なるほど、そういう系か。で、どこにいんの。おい、子猫どこだよ子猫どこ。近づかないようにしよう。ちょ待って、引っかかれたってお前大丈夫。あー、はい。病原菌がどうのこうみたいな。たたらそう。このゲームすげえさ、なんか何も言ってない。植物に関してなんかいろいろ出てくるけど、これって実際に存在するものなの、どうなんだろう。あ、他の猫、他の猫、他に猫っているの逆に逆に。あれ、あ、さっき地味に追い詰めてたもしかしてさっき地味に追い詰めてた。くっそ、結構厄介だな。いた、そっちか。よし、青の鍵。あれ、青の鍵？鍵なの？お前まさか引っかかれたことによってダメージ負ってんのか猫に2回引っかかれただけでお前らは生命力40吸い取られんのか、みんな等しく。そんなことってある？まあいいや、病原菌とかゲットしてないみたいなんで、まあまあまあ3回もいけんのか。っていうか待って、青の鍵でしょ。くぼみってまさかそういうわけではないよね多分。うんうん、そうだよね。なんか宝石はめる系だよねこれね。で、青の鍵って、青のトイレってどっかにあった。てか俺地味に制御の間を無視してるってね。ちょっと待って待って、そっちも一応見とこう。一応ね、多分入れないと思うけど、まあ入れないよね。3階も行けるっぽいんで、3階も一応調査しておこうか。
ほい。待って、広くねー。広くねー。広いよねー。破れていて読めない。ピンクの扉。可愛らしい。まあ、とてもそれには似つかないような、やばいものがありそうだけど。なんかこう、意味不明な行き止まり作るのやめてほしいな。これさ、うん。いや、まあいいんだけどさ。なんか形が、面白い構造をしてるな、部屋の。静寂の間。予想ができない。制御の間。2階が開かないのに3階が開くわけないよな。ちょっとそこ入れる？一応セーブはしとく。静寂の間。ん？なんかこれもダッシュで行かなきゃダメ？何静寂の間って。ね、何すげえ怖いんだけど、何もねえじゃん。え？静寂の間って何？何もないが逆に怖い。一応ね、医学の書で。何もないか。ガスとかそういうの多いからな。うわぁ、何これ。お前、これぐらい飛び越えられるだろう。無理なの？なんかあったっけ？ヤモのナイフぐらいか、新たに手に入れるの。木の板。あ、ナイスー。何だったんだよ、結局。何だったんだよ、結局。HP 減らしただけじゃねえかよ。いや、ちょっと待って、今のめんどくせえな。失敗だっての分かってんだったら他のもの探すしかない。もう一個上行ってみるか。まあさすがにこれが最上階だよね。怖い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 。それは怖い。まあ開かないよね。青の鍵ってどこだ。青の鍵ってどこだ。上まで一通り見たけど、旧館にはないから、おそらく B 館か A 館のどっちかなんだよな。どこだろう。ちょっとなんか、これ多分地下に行っちゃうから、ちょっと B 館戻ってみるか。え、でも B 館にあった、そんな。1階は全部開いた。2階か3階なんだよな。でも、B 館あったっけ？あったっけ？ちょっとそうですね。進展というか、ちょっと青の扉見っけるまでカットで。いや、絶対これだろ。絶対これだろ。お。水晶、来た。なるほどね。まあ、こういう感じで。なんか A 館にもあったような気がしたんだよな。なんか扉、色のついた扉。っていうか絶対あるよね、流れ的に。なんかさ、緑だか、いや、ピンクはね、確か9館だったからね。緑だったっけな、1階の、A 館1階のね、ところにね、確かあったような記憶があるんだよな。っていうことは、なんか必然的に緑の鍵がどっかで手に入ると思うんだけど。まあいいや、とりあえず、青の水晶分かったんで、この水晶を持って、旧館の、どこだっけ？ 2 階かなんかに、はめるところがあったんで、ちょっとそこに、はめに行きましょうか。多分片方だけだとダメだよね。どっちもやって初めて何かしら起きるっていうタイプだと思うから。っていうか、多分そうだよね。多分そうだよね。はい。これだけじゃダメと。あとできること。青の鍵使った。旧館のさ、3階だか4階だかのさ、あそこも気になるんだよね。でも板だとダメなんだよな。さっき俺走って通った。走ってなきゃ大丈夫かな。
歩いてなら大丈夫ってことないですか、ワンちゃん。ワンちゃんワンちゃんダメ、ダメだわ。他のものって言ってもね、まあ、でも一応必要なフラグかもしれない、ね、一応これでなんとか。で、時間はまあ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 、ん？何分収録してんだこれ。大丈夫か、まだ大丈夫だね、全然。はいはい。あと何ができる。光の間、これさ、待って待って待って、薬草のところまでまだ行けてないんだよね。ちょっとさっきとは別のルートでなんかどっかに行けたりとかしない？うわあれ、ってこっち行き止まり、いや行き止まりじゃない、ちょっと待って、そこのくっそそこの道どって行くんだ、そこの道どって行くんだ。あ、ここか、ここか、ここでこう行って、どう違う。さっきもね、ゾウにアイテムがあったから、ゾウを調べてなんかアイテムがあるタイプだとありがたいんだけど、こっちこう行って、わ、行き止まりくせー、はい行き止まりはい行き止まり、うぜえなこれ。歩かせるパターンのやつやめてほしいな。光の間ね、まだなんかあると思うんだよな。あ、ちょっと待って、こっち側来てないね、そういえば。こっち側来てねえ。南京錠、南京錠、ちょっと待って、行けるとこ全部行った方がいいな、これ。こっち側はどう。あ、翡翠の花、翡翠の花、翡翠の花。ちょっと銅像のとこまで全部行ってみたいな。そこの銅像どうやって行く、そこの銅像どうやって行く、そこの銅像どうやって行くんだよ、そこの銅像どうやって行くの。こっち行き止まり、くっそ近いようで遠いな。とりあえずそこに行きたい。あった、呪いの像。この像の周辺に決して近づくな。ハクタスだろ。はい、入った瞬間終わりっすか先輩入った瞬間終わりっすか。うわー、ちょっと待って、あの呪いのなんちゃらはどうやって解除すんだ。待って待って、あそこに入った瞬間終わりなの。違う、そっち側だ。セーブ入れて、ちょっと一応ね、薬草も後で役に立つと思うから取っといて、翡翠の花取って、翡翠の花取って、翡翠の花取って、あれは今のはどうしたらいいんだ、今のはどうしたらいいんだ。何か解除の条件が、いや解除っていうか、そもそも踏み込んじゃいけないとこなのか、あれはどうなんだろう。また同じとこハマってらまた同じとこハマってら、くっそ厄介だな。こっち側から切るか、こっち側のルート始め、いや行ったな、これそこの銅像にどうやってたどり着く、そこの銅像に、銅像にどうやってたどり着く。真ん中進んじゃあかんのやな、これだな、多分な。おそらく。どう？一瞬で、一瞬で移動。違うな、待って待って待って。他に進めるところ。まっすぐ移動。よし、え？せめてそこ確認させてくれ、今の像を確認させてくれ。何もなかったら諦める。
いけないんだけど、そこまで。いけないんだけど。いけないんですけど。銅像全部調べたいんだよな。ダメか。こっち側こう通ってここのルート初めてっぽくね。なんかはい、行き止まりいただきました。行き止まりいただきました。畜生。ルートの問題か。じゃあ俺のところから行かない方がいいのかな。ということは、いや違えな。こう行くやん、こう行くやん、こう行ってそこなんだよね。わざわざ入り組んでるってことは絶対なんかあるはずなんだけどな、そこな。どうやって帰同じ手に何度も乗ると。でもちょっと構造分かってきたんだけど、いや、あれダメなのかな。ちょっと出直すか。ダメだ。いや、ちょっと待って。まだ行ってないルートあったか。こっから行けるところで、はい。はい。何が原因なの？何が原因なのこれ。まあいいや、ここスルーで。南京錠、南京錠、南京錠。ちょっとね、鍵やすよ。かなり古く錆びている。鉄格子、絶対今使いどころじゃないんだよな。なんか行ける範囲が無駄に広がったおかげでさ、やることが何なのかっていうのがまだ分かんないんだよね。これは難しいぞ。そしてもう使用済みのアイテムは捨ててほしい。どれが使ってないアイテムでっていうのがちょっと分かんなくなってくるわ。果物ナイフ、ナイフ使ってないんだよね。ナイフどっかで使えない？南京錠もな。これとかさ、もう小さな鍵とかも序盤も序盤じゃん。使ったのいいだろ。今さら絶対使わねえよ。ちょっとこれはあれでいいっすか。ちょっと進展見つかるまでカットでいいですか、これ。